続いてはドリームプラスです。今日は陸と氷2つの競技で挑戦を続ける高校生です。陸上競技部の仲間とリズミカルに体を動かす松山北高校2年、篠原美桜選手。小学生の頃から陸上に打ち込んできた篠原選手が得意とするのは走り幅跳び。県内の高校生の中でもトップクラスの実力の持ち主です。うまくいって伸びていったら嬉しいし、あとは助走から着地までの流れがうまくいったら、努力が報われたのを感じれた時が嬉しいです。この日の練習では三段跳びで18歳以下の日本記録を持つ顧問の渡辺雅史さんと助走の足の運び方を確認していました。この陸上で鍛えた瞬発力とバネの強さを武器に、篠原選手が取り組むもう一つの競技が。頭を前にして腹ばいになり、そりで滑走するスケルトンです。中学3年生の時、県が行う愛媛笑顔のジュニアアスリート発掘事業でその適性を評価されました。正直全然知らない競技だったんですけど、でもジェットコースターが好きならそういう似てるって言われたので、陸上競技との相乗効果も期待できると未知の世界への挑戦を決めました。国内にスケルトンの氷上コースは整っていないため、通常の練習では陸上トレーニングでスタートダッシュを強化しました。プッシュの走りが結構力強いのが必要なので、それが幅跳びの最初の4歩ぐらいまでには生きる。コーナーワークなどの滑走技術は高校1年の冬からの海外遠征で磨きました。言葉も生活スタイルも違う海外遠征では精神的にきつい時期もあったといいます。途中でなんか逃げたくなったりもしたんですけど、遠征を繰り返すうちに海外の友達とかも増えてきて、定期的に会って仲も深まってとかいうので、そういうので楽しくなってきて。挑戦を続けた篠原選手は先月、目標としていたユース冬季オリンピックの日本代表の座を獲得。69人の日本選手団の中でスケルトンの代表は南国愛媛から出場した篠原選手ただ一人でした。出れたっていうのはとりあえず嬉しかったんですけど、でも他の種目の選手とかは結構メダルとか金銀とか取れてる選手もいて、そういう人の活躍を見ると自分ももっと頑張れたのかなとか、ちょっと悔しい思いは残ります。悔しさを感じながらも大きな目標だったユースオリンピックが終わった今、篠原選手は次の目標へと動き出しています。次のインターハイを目指して頑張ろうと思っています。80をコンスタントに飛べるように頑張りたいなと思っています。出した時もここが伸びる。スピードとバネと彼女のような能力を持っている子は少ないので、冬でスケルトンで鍛えた体とこれから本校での練習で、さらにパワーアップしてもらって、アスリートとして大きな可能性をつかもうとする二刀流の挑戦。長期間の海外遠征と学校との両立に奮闘する中、自らを支えた言葉があります。夢中は努力を超えるという言葉です。部活でも勉強でも好きになって夢中になっていれば、頑張ってるのも苦じゃないし、強くなっていくっていうのを自分でも実感できることも多くて。
何事にも夢中になって挑戦する。その先にさらに大きな夢が広がっています。幅跳びとスケルトン、一見全然違う競技のように見えるんですが、篠原選手、いい相乗効果を生み出してそうですね。努力を超える二刀流、ますます磨いてほしいです。